マジでない。ちょっと待ってね。明日公演見に行く。多くない？嬉しい。待ってます。みっちゃん気になってます。本当ですか。キャーそう、明日美咲と初めてそう公演出るんですよね。で美咲と一緒にポモポモプリンってきて、ジオもいたんですけど。カフェオレ、クマさんありがとう。そう、3日前さ、ショールームさしようと思って入れたんだけど、なんか練習入っちゃって、ちょっと早く公園行きたいのに行けなくて、来てほしい。明日楽しみ。やった、たくさんね来てくれる人多いみたいで、ちょっと生誕祭かなってなってました。いつも以上に多くてびっくりした。みんな楽しみにしてるみたいだね。レオッキーさん、花びらありがとう。フジーさん、ハートありがとう。明日会場来たかったって来るやん。今年2回目の生誕祭。そんな感じ。そう、たくさんね完璧作って嬉しい。カンペってなんかあれですか、ピラピラのやつですかね。ドンブラコファミリーって私なんですか、お父さんですか。皆さんね、結構ねどこポジって聞かれるんですけど、明日の楽しみですね。そう、でもすごいね楽しみにしてたんで、今日を、今日じゃない明日を。うらちゃん星ありがとう。最近塩から、そうなんですよ、お姉ちゃんが東京からやってきて、塩辛とサメ軟骨使ってきてくれて、昨日夜めっちゃ食べてました。おっきいさん、あきくん、レインボースターありがとう。昨日グッドスプーン行った。お、何食べたの。今年中にお茶見られれば。いや本当に来てくださいね、初見です、いらっしゃい。TMM にもねいっぱいこう映れるようにいい顔しようと思ってます。お、キャンセル待ち、入ったらいいね、ちょっと期待してます。大会金賞取った、え、何の大会、すごいね。そんな私なんか決勝に行かないくらいのレベルまでしか行ったことなくて、昔陸上やってたんですけど、決勝大会まで行かずの手前で終わっちゃったりとかしてたから、金賞とかすごいな。明日何の公演ですか。あのミルビーアイドル公演で、研究生公演です、 NMB48。 え、何このレオッキーさんお花ありがとう。え、グラントスプーン、もっちゃんの直筆だって。嬉しい、なんか嬉しいんですかね。え、何の種目、短距離です。でもそんな胸張って言えるほど速いってわけではないので。夜行バスで大阪に来ますって、嬉しい。来てね、気をつけて来てください。あこちゃんありがとう、くまさん。そうなの、ちょっとクミッツェルをね、あの東京から買ってきてもらおうと思ったけど、そういえば梅田にあるじゃんと思って、今
ポムポムプリンに行ったのでジオンと買ってきました。ジオンもねちょっとね量が少ないやつ買ったんだけど、そう私的やっぱりラフランスが一番美味しくて、あピーチのうちは持ってっから、来てくれるの嬉しい。え待ってタワー立てた、びっくりした。言ってよカズくんじゃん。ちょっと待って紙紙ノートがないよね。ノート知らない、しまった、どこに、ダメ、違う違う、こっち、カフェオレ、クマさんありがとう。えこれもタワー、ちょっと待ってタワー祭りやねんけど、どこ、2段目、これ、あった、えこれこれじゃない、これじゃない、ちょっとごめんなさいね。タワーが立ったわって。おもろ。あこれ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 、ペンどこだろう、あノート知らないで自分の。確かに久しぶりに配信来れた、ありがとう、来てくれて、全然やってない気がしますね最近、ごめんなさい本当に。ジュンジュンタコありがとう。今なんか NND の期間らしいですね、ショールーム。今日美咲がもっちゃんショールームしてよって言ってきて、何のことって思ったらなんかアバターみたいなのがもらえるらしくて、もらいたいからショールームしてって言ってきて、可愛いするって言っときました。カフェオレと家族ね、クマタワーありがとう。もうなんかもう明日来ちゃうんだっていう感じですね、早いなって、時の流れは早いですねやっぱり。何の話、よしまずカフェオレから、カフェオレありがとう、わざわざありがとうございます。カズくん東京タワーじゃない、もしかしてスカイツリーかな、結局これわかんないんですよね、お話し会わかる、早くしたい、何の日でもないですよ、生誕祭って言ったのはふざけて言ってました、あの本当に違うので、東京タワーかな、スカイツリーだったらごめんなさい。いやー明日早いな、ちょっと緊張する、もう早く早く行って早く練習しようと思って、あ風船割りました。風船お姉ちゃんが割りました、ちゃんと、もうね家が風船だらけでやばくって、そうちょっと最後のダンジョンの時にまた見せますね。カズくんタワーありがとう、またまたこれ見せるね、ありがとう。よしひらさん誰もありがとう。お姉ちゃんいくつだって、20歳。20歳です。クマ10匹ちょっと待って、なんだろう、待ってまたタワー当たった、なんでマジで何の日でもないよ、ちょっと待って追いついてないんかな、ニロちゃん待ってマジで。めっちゃ今日配信短いからさ、そんないいですよ、全然全然誕生日じゃないです。もう一回グッドスプーン来た、マジで美味しいですよね、でも本当におすすめです、都市開発。うまいこと言いますね。ミロちゃん皆さんグッドスプーン行きましたか、結構インスタグラムで載せてもらってたんですけど、
見てくれましたかね。いやなんかそうファンの方とかも話しかけてくださるんですけど、あの店員さんがめちゃくちゃ優しくて、なんかジオンがチーズ苦手みたいな、チーズとティーを抜きにしてて、それであの全部覚えててくれたりして、あとなんかシンプルにあのももかさんって呼ばれることがちょっと初めてと言いますか、なかなかないので新鮮ですね。なんかなんかもうほんと美味しくて、めっちゃなんか終わっても通っちゃいそうです。ニオちゃんありがとう。このカエルはアイコンのアバターですありがとうありがとう。ももかさんももかさんわらってきてるけど大丈夫全然わらじゃないよ皆さんギフトありがとうございます。そう今日ね、夜ご飯っていうか夕ご飯もジオンとお姉ちゃんと食べてきたんですよ。まだでも夜ご飯食べてないです。店員さん美人、わかるわかる。え5回行った、やば、記録更新だよ絶対。初めて来た、ありがとう。ももかさん草ってなんでなんでな。そう、そう13歳の2人とポムポムプリン行って、やっぱ一番話すのは私ですね。もうずっと話してる、もうごめんなさいって感じですねで美咲がやっぱり落ち着いてるから、そうジオンとなんかマシンガントークみたいな美咲をこうグッて、美咲ね、初めて美咲とどっか行きました。そう私お姉ちゃんしてました今日は。しんちゃんだるまありがとう。コメントめっちゃ流れの早いや。話すの好き、そう話すの好きだからこうお話し会とかめっちゃやりたいんですけど、 MC とかはちょっと全然下手くそなんですけど、グッドスプーンのおすすめなんだろうな、でも個人的美味しかったのはやっぱりラビトロハンバーグですかね。なんかココナさんのもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、なんかお腹を満たすっていういやサラダとかもついてるからいい感じに食べれますね。全部おすすめです。でも飲み物はいやベリーとちょっと迷いどころなんですけど、ブドウのやつが美味しかったな。全部リュイナさんじゃないもしかしてブドウ本当に美味しかった。でもベリーもめっちゃおすすめしたい。私ちょっと好き嫌いがあって食べれないのとかもあったんですけど、あの飲み物とかでマンゴーとかが苦手でねえ。美咲ちゃんと並んで年下に見られて、本当になんか美咲が今日キャリーケース持ってたんですよ。でなんかキャリーケース持っていいよとか言われて、私何歳だと思われてんのかなと思って持っていいよでも持ちたそうな顔したんかなと思ってコースター美咲ちゃんユナナフアリン当たった、おー7期生コンボニュート、くまさんありがとう。いや早く塩辛販売したいですね。でもなんかかえ食べますか皆さん、でも本当にあチーズダメな方はなんかソーダに変更できるんですよ。まあ、それだったらちょっとコラボではなくなっちゃうかもしれないんですけど、でもコースターとかも多分ついてくると思うので行ってみてください。パプリカめっちゃ大好き、めっちゃ大好き。ジオンがパプリカ食べれないって言ったからもらいました。荷物持ち腐っておいそういうことか
スモツ、なんだそれ。あ、嬉えて嬉しかった、ありがとうね。ちょっと待って、早い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 、ハートありがとう、ゆきくん。あ、でもね、デザートまで行くのにお腹がめっちゃいっぱいで、あの1回目にマリンさんの欲張って食べたんですけど、ちょっとあのイカ水なんですよ私、ちょっと出る時もなんかお腹がって言って出ました。全員パプリカ食べなかった、めっちゃ美味しいのにもったいないな。でも横浜のどこだっけ、みなとみらいも行きたいなと思って、多分行けないな、でも東京に帰る時間がなかなかないなと思って行きたいんですけども、お姉ちゃんは行くらしいです。横浜景色わかる、あ、ありがとう。みなとみらいめっちゃ混んでたって。島城あきくん、ハートありがとう。お、関東民、そうだね、関東民は横浜に行くべし、いいね関東。マチネード遭遇目指して。やめてやめて。お豆に癒されてるって嬉しい、ありがとう。最近結構ね、なんかもうめっちゃどうでもいいことばっか送ってる気がする。でも写真とか結構こだわって送ってたりしてるから、そうブログはちょっと最近更新してて、今日も更新して3日連続で更新しようと思ってるんですけど、なんか極端ですよね、いきなり1週間空いたりとかするから、ちょっと頑張ってね、あのちゃんとねやろうと思って。じゅんじゅん、だるまありがとう。しんちゃん、リーダー、ハートありがとう。地方の方はこう大阪とか東京に来た際に食べてみてください。待って、関係ない話題って言われてる。ハートめっちゃ言いに来るよ。ちょっと衣装の写真、そう衣装ね、ノーサンキューの衣装をまだブログで公開してないんですけど、全身写真とか、またタワー当たった、もう何の卑怯。ありがとう、明日頑張れってことか、うん、ありがとう。もう明日はノーミスですね、これは。ん、すごい、頑張るってことですね。カリコさん、ハートありがとう。グッズが届かん、セーターアンティとかかな、違ったらごめん。あ、でもなんかナンバトルの缶バッジがちょっと漏れてて、お姉ちゃんが家に持って帰って、なんかもし私が10年後とかに辞めて家に帰ってきた時にグッズ大量になったら面白いねって言って、可愛いところだけ買って帰るらしいです。ちょっとあのナンバトゥのね、多分色合いとかがちょっとブルーがちょっと似合ってるのかな、わかんないんだけど、缶バッジめっちゃ漏れてるから見てください皆さん。そうだから家に飾るみたいです。絶対みんな私のこと好きや。あとね、個別写真もね買ってね、また収納するらしい。私が気に入ったやつだけこうボールペンは買うのって。ボールペンね、なんかねずっと笑ってくるんだよね。一本あってもいいんじゃん。確かに、どこに飾るの？電話の横とか。電話のあのピンポンしてきてさ、あのちょっと待って、ちょっと待って、かっこく。カリコさんありがとう、タワーイエーイ、キルキル。ありがとうございます。
最後に皆さん全部見せますね。ありがとう。ボールペン買ったって本当に使ってくれる？なんかみんな学校で使いたいけどなんか恥ずかしいって言ってくる、言って来られる方がいるんですけど、ちょっと恥ずかしいって言われる私は何なんでしょう。確かに恥ずかしいですよね。そう、でもちょっと話が戻っちゃうんですけど、あの明日はねユナとねなんと出れるんですよ。そうで、ユナとめっちゃ喜んでたんですけど、ユナと一緒に出れるんでね、ちょっとめっちゃ楽しみですね。あの生誕祭以来ですね、あのコハタンの生誕祭以来で、あれは踊ってなかったんで、ちょっとユナとダンスしてこうポジションっていうんですか、出れるのは楽しみですね。そう、同じポジションだったんで、なんだっけ、モチニャンじゃなくて、なんだっけ、モツなん、ちょっとわかんない、モチャなんだ、モチャな、ま、ずっと忘れちゃう、これなんでだろう。モチャなん推しの方もいるのかな嬉しい、ユナと出れるの。モチャなん忘れたからみんなDMM のねちゃんといっぱい映ろうと思って、ちょっといい顔しようと思ってルンルンルン、 DMM 最善で絶対ねカリコアゴちゃんありがとう。え、これもタワーなんだっけ、違うっけ、どうだっけ、タワーですか、ありがとう。ちょっと本当に皆さん明日頑張りがすごいと思うんですけど、それもタワー、桜みたいなのどう、あ、そうなんだ、あ、そっか、なんか前くれたの、私のノートがもう終わりよ。なんかポーズ、イエーイフィースでいいんかな、平風以来の祭りって恥ずかしい、ちょっとあれいくら聞いても、生誕祭の時にさ、あの「ヘイフー」とか書いてあっても、何これって言われてちょっと恥ずかしかったもん。あ、何でもないですって言いましたちょっともう3位めっちゃ早くなってきた。コースターね、どれかちょっとねめっちゃ下手くそなのって、やり直したかった。よし、ちゃんいつもありがとう。スクショ待ちそう、屏風を読めなくて平風かと思ったの、恥ずかしい。あー平風3ヶ月前だって、うん、めっちゃなんか最近に感じますね。じゅんじゅんハートありがとう、あきくんだるまありがとう、あこちゃんタコありがとう。ちょっと本当に全然読めてなくてもうごめんなさい。もう鼻毛なくなあ、もうまた来たねえ、もう本当に大丈夫ですよ、ゆうとゆうとありがとう。な、もうありがとう、みんなそんな応援してくれるなんて嬉しいです。タワータワータワー、人間ベモちゃん4月1日ベモちゃんね、そう、みんななんかもっちゃんをやってくれたことにめちゃくちゃびっくりされてた方いました。そう、でもあの日は私がセリフ考えてやったので、なんかいつもみゆが結構こう、私がこういうのがいいんじゃないって言ってみゆが結構考えてくれること多いので、あれですね、
なんか自分が一から考えるっていうちょっと難しさを知りましたね。ほんといつもみゆありがとうっていう感じです。みゆってやるときとやっぱ若菜ってやるときとこうセリフの感じがやっぱ違ったりしてなんか楽しいなって思います。はい、ゆうとありがとう、皆さんありがとうありがとう。昨日劇場入ってきたジモちゃん出てなかった。そうなんですよ、悲しい。もうたくさん研究しました。でも見せ方をねリーダーパチパチありがとう、ジュンジュンありがとう、レインボースターかな、キくんどうもありがとう、リュウジハートありがとう。昨日研究成功の知らなかった。なんでなんでよ。ね、見て、なんかどっかのグリッターつけたらめっちゃ可愛かったんけど、なんかステージ映えしそうなグリッターで、なんかね、普通に直接見ちゃうとちょっとなんかギラギラしすぎてちょっと派手かもしれない。どこのグリッター、どこなんだろう、そんなにめっちゃ高い、韓国わかんない。今日なんか見てて可愛いと思って、シピシピじゃないな、どこだろう、なんか韓国っぽい感じ。グレーターダン、あのね、目のキラキラですね。今日誕生日おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーニア、ミミミオリさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、いい1年にしてください。何分から始めたっけ、ちょっと何分から始めた、ちょっと待って待って待って、おめでとうジュンジュン、タコありがとう、ちょっと待って待って待って、ありがとう、皆さんすごいありがとうございます、あ、私がありがとうございますとか言っちゃったいや、ありがとうございますと言っちゃったちょっといい、あ、47、あ、で2時5分までにしますね。ちょっと25分まででしますおめでとうございます。もし誕生日の人言ってくださいね30まで25までですまた公演終わったらね、ゆっくりね話したいんですけど、昨日が誕生日、おめでとう、もうね素敵な1年にしてください。ちょっとないなってめっちゃ時間全然分かんなかった、全然10分しか経ってない気分。あこちゃん、ニロちゃんありがとう。明日はねちょっと公演だから配信が難しくて、今日もこの後練習とかしなきゃいけないので、生まれる前にスクショタイム、何がいいかな、何がいい、ポーズ、リョッキーさんありがとう、え、実質セーター2月じゃやったんですけど、違う、なんかあの明日の入るファンの方が多いから生誕祭みたいな、なんか生誕祭みたいですねみたいな言ったら、なんかちょっとあのなんかなってました。ブリコ、モモポーズ、若干あのコハタに取られつつあるモモポーズ仲良くコハタンとあのモモポーズしてます。メモちゃんこっち見えないな、なんか刺してるみたい、
けたかな。先に寝ます。おやすみなさい。大急ぎふかひのこのわらわらの方が面白いわわらわらのが面白い。カタルシスポーズそんなのあるっけ。Fポーズキュラキュラピース めっちゃキラキラしてる目がすごいね。めっちゃ桜降ってる。ずっと降ってる。ヨッキーさんかありがとう。ちっちゃちっちゃちっちゃ。30分で3000人超えたって。これ1時間やったら絶対5000人なわけないやんあえてマゴン無理だわ指ハート無理です。今作家さんにしたらお年子にやったって。これ誰かと写真撮るようですね。自分の顔くっつけてこうやってカチあと5分やで。だってあ、ちょっと待って。ってことは誕生読んでいきます。ちょっと今日ゆっくり読めなくてごめんなさい。13位、あきくんありがとう。永遠にハート投げ続けてくれてありがとう12位、レオッキーさん日本国民だね、ありがとう。じっちゃんに伝えときます11位、じゅんじゅんありがとう。やっと入れるんや、楽しみや10位、しんちゃんありがとう9位、しまっとにありがとう8位、リーダーどんぶやこありがとう DMM 見てね7位、ともたんともたんありがとう。ともたんかわいい名前だな。6位、ニロちゃんありがとう。最後に全部見せます、ありがとう。5位、カリコありがとう。カリコさん最近ファンになってくれたんかな、全然わかんないです。4位、カズくんありがとう、嬉しい。3位、ほっちゃんありがとう。全然さ、カメラさこっちじゃないのにこっち見ちゃうよね。2位、ゆうとありがとう1位、カフェオレおめでとうありがとう。1位、おめでとうございます。それではね、今日の何ですか。はい、今日のタワーのあれを見せていきます。最後にスクショですね。ありがとうカフェオレ。3、2、1。はい、あ、ランダムランダム、ちょっと待って、タワーのおさらいしてからランダム見ますね。はい、3、2、1、パシャパシャパシャ。ニノちゃん、はぁ、3、2、1、よし、パシャパシャパシャ。カリコさん、3、2、1。オッケーオッケー、写真会あと2つです。ちょっと お付き合いください。3、2、1、よしよしよし。通天閣なん、待って、通天閣だった、間違えてた。ずっとゆうと3、2、1 OK ですOK ですって写真家になってる。あ、あとランダム何番にする、なんか言って番号。
早くなんか番号言ってよ早く早く48。いやめっちゃあるやん、定番化してるやん。48聞くやんさん、おめでとうございます。あ、裏返っちゃった聞くやんさんありがとう。48ラッキー48ですありがとう。今25分。明日の意気込みは、明日の意気込みは写真を忘れず頑張っていきます。ありがとう、頑張ります。すごい、30分ぐらいで約4000人盛りました、ありがとう頑張ります。見に来てください、ぜひ DMM でも見守っといてください。応援パワーお願いします。それではありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい。